クイタに、しばらくいました、向こうずっと歩いたけど、タンチョウもオジロワシも見つけることはできませんでした。だから仕方ないから、まあ鹿とかはいたんだけど、普段はあんまり探そうとしないですね、植物をですね探しました。オジロワシはそういうものを探してたらそっちの方に目いかないんですけど、いろいろ見つかりました。はい、それで、こっちの方に来たんだけど、道の駅は近くにあるけど、そこは 4G だから、そこで停泊が難しいと思って、また戻るつもりでいたのね、根室にね。そしたら、こっち、今いる場所も 5G なんですね。だから、どこからから電波が来るんですね。それで、戻らなくてもいいんだけど、その戻るつもりで、もともといてですね、油入れてこなかったのね。それで油入れに戻って、そのついでに今度こっちへ来るときは、和田駅とか落石駅とか小森駅もあるかな、やってるかな、そっち通って道の駅行こうと思います。あ、まあそんなことで、すっかり潮が満ちてきました。根室市東梅地区です。この、軽トラに熊が突っかかってきたっていうのはここから遠くないのね、数キロなんですよ。だからその右の森はいつも散歩してたんですけど、行きにくいなって、そう思って今回はパスです。ここ上がって、国道44に出ます。はい、44ですね。ここは道の駅ではなくて普通のパーキングです。もしかしたらここも 5G かもしれない、あれ以前ここにトイレあったと思うけど取ったんですね。昨日は一昨日かな、あ、そうですね、一昨日根室に入ったんですけど、その時は、海際の旧道の44、国道44で行きました。今日ですね、自動車道があるとね、途中から橋渡ってそれで行こうと思います。国道44です。一昨日も紹介したけど、ここから、右に入る林道があって、何キロぐらいだろうね、4、5キロだと思うんだけど、なんですか、クマさん、軽トラにぶっかっていった、その場所が今のところ行ったら着きます。御根と大橋です。この辺の浜で何か変わったものが取れるのかって言えば、大野貝ですね。貝柱を食べるんではなくて、水の出る管っていうのかな、スークだか出る管か分からんけど、そこがぶっといんですね。それを開いて細い
物みたいなのがくっつくんですけど、それが季節の食べ物ですね。この時期はもう安くはないんだけど、もう売ってないですね。たくさんないですから。釣り人がいます。まあ、この辺になんで自分は詳しいのかあったら、地域に若い頃10年ほどいたんですね。根室の町の中に6年いて、だから16年自分は根室にいたことになります。それでね、大体分かってるっていうか、はるか昔の話ですけどね。でこれ自動車道ね、これで根室へ向かいます。この上がったですね、まあ一昨日撮るときは紹介しなかったんだけど、この辺りの左の方に学校があります。ここかな。少し良くなってきました。オホーツクが左に見えて